はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャック代表の佐藤です。本日私は千葉県勝浦市にありますチロリ村オートキャンプ場さんの方に来ております。はい、そんなわけで本日サイトコーデ紹介やっていきたいなというふうに思うんですけれども、まだ本編動画やビログ見ていない方はこちらの動画であったりこっちの動画、はい、先にねサブチャンネルの方でご覧いただきたいと思います。はい、そんなわけで今日も夫婦キャンプに来ているわけなんですが、本日ご紹介していくサイトコーデはこちらでございます。はい、ニュージャックで現在予約販売中のベローズテント新色オリーブドラブ色、はい、今日はねこちらを使って夫婦キャンプに来てみましたので、今日のコーデ皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで見てください。今日はねこんなにも広い桜満開のサイトをなんと貸し切り状態でですね使わせていただきました。チェックイン時一組お客さんがいたんですけど、まあ昨日今日とですね、我々夫婦だけが宿泊客ということで、ちょうど桜が今満開の時期でめちゃめちゃねいいタイミングで貸し切りキャンプできたかなという感じでございます。結構最近はもう平日キャンプ場空いてることも多いので、お花見キャンプする時はですね、まあ平日狙うと結構穴場になっているキャンプ場がね多いかなっていう感じですね。それで今回設営したテントが、はい、こちらでございます。現在予約受付中のニュージャックベローズテントオリーブトラブ色ということで、かなり春に似合うテントですね。はい、桜の下でこうやって見てみるとですね、このオリーブトラブのちょっと武骨な感じと相まってですね、かなりかっこいいサイトに仕上がっているんじゃなかろうかっていう感じでございます。今日は管理人さんに許可をいただいてサイトを広く使っていいということだったので、あえてちょっと車の反対側に止めてるんですけども、あんまり赤と緑っていう感じにしちゃうとちょっとクリスマスコーデになっちゃうんで、今回車を外してサイトコーデを紹介させていただきたいと思います。はい、外観の方からご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ今までのベローズテントとほとんど変わらないですね。変わったのはまあ色と、あとはルーフシートですね。はい、ルーフシートの性能の方も少しね変わっております。今回のルーフシートは遮光コートがされているので、まあこれから夏場に向けてですねどんどん気温が上がっていくと思うんですが、まあ日差しを効果的にですね、カットをしてくれる素材に変わってます。あとはルーフシートのサイズも少し変わっているので、以前はもうちょっとねここが上側にこう奥まったこういうねもうちょっとグラマラスなこう形状をしていて、それはそれでまあかっこよかったんですが、まあ今回はねちょっと実用性のある方向の改良を行いまして、実はここではあえてフラットにね、形状フォルムの方をカットを行いました。それによって、はい、ここに今メッシュが見えてると思うんですけれども、はい、このメッシュの上側少しだけでこう被るようになったんですね。はい、そうすると雨の日でも窓をこの辺ぐらいまで開けておけば上側がルーフシートでカバーされるということもありまして、よりテント内のベンチレーション効率が上がるようになりました。というのもやっぱりこれだけの面積のあるテントになってますので、結構ね結露の多いシーズン梅雨時とかにキャンプをすると、もともとここに三角ベンチレーションがあるんですが、まあこのサイズになってくると、まあ、ベンチレーションがちょっとね足りなくなってしまうというね、状況がございました。なので今回それをより効率的に、雨の吹き込みを気にすることなくできるようにするために、ルーフシートをちょっと大きめにねすることによってテント全体のベンチレーション効率を上げてみようというね、試みでございます。まあ、実際昨日ねざっと夜雨が降ったんですけれども、その時も中のベンチレーション効率は非常に良かったのかなという感じでございます。その回あって今朝起きた時には全くあのテント全体が結露していない状況になってますね。あとはスカートとかベルトのラインとかですね、このあたりが黒の備品で統一されたことによってで全体的にかなりねまとまりが良くなったので、特にこのオリーブ系のカラーが欲しい方に関しては今が買いになるかなと思います。ユージャックの今後の施策としてテントに関しては原則的にロットごとにカラーをね、変えていこうというね試みで現状動いておりますので、今回オリーブ色のベローズを購入することができるのはおそらく今回の予約販売限りになってしまうと思いますので、テント気になっていた方はぜひ今すぐ概要欄の方からご予約いただきたいなというふうに思います。ちなみに今回のベローズテントから、はい、ここですねトリプルファスナー仕様になったんですよ。はい、なのでまたいでこうね出入りすることができるようになったっていうのも実は今回のベローズテントからの違いになってきます。この扉と
反対側のあの扉はトリプルファスナーなんですが、インナー側のこちらとあちら側の窓に関しては従来通りシングルファスナーになってます。はい、そんなわけで続けて小物関係テントの中の紹介やっていきたいと思います。はい、まず今回ベローズテントのフロント側には弊社のオンラインサロン開発グッズであります第2弾人幕でございますが、こちら製品版が入荷してまいりましたので、今回フロント正面に設置を行ってみました。こちらも現在ユージャクの公式オンラインストアから購入することができるようになっておりますので、ぜひですねお買い求めをよろしくお願いいたします。結構こういうモールシステムとか新しいですよね、ついていて、人幕なんですが、まあいろいろとこうね拡張できるような感じの代物になってます。主に焚き火をね風とかからこう守ってくれる代物になってくるんですが、あると焚き火の効率がねぐっと上がってきますんで、まあこれからね焚き火の時期まだ続くと思いますので、ぜひ検討してみてください。はい、あと何年 PC ソロテーブルを焚き火の横サイドテーブルとして使用しまして、エスニックボックスの中にはまあいろいろと焚き火周辺小物をね入れております。はい、あとこちらなんですけれども、ユージャクから現在新しく発売を行いました巻きバッグになります。商品レビューを交えたね動画をぜひそちらのね紹介動画見てみてください。はい、かなりシンプルな仕上げになっているんですけれども、必要な機能性とかですね商品そのものの丈夫さみたいなところを詰めて、作り込んだ商品になっております。このベローズテントのオリーブドラブ色と相性が非常にねいいですね。色合い的にもマッチしていると思います。はい、そしてテントの中なんですけれども、現在オプションのお座敷シートを引いておりまして、そこに今回新しく発売を行いましたユージャクのレジャーシートエジプト柄、実はこちら今絶賛品切れ中でございまして、数千枚のロットを積んだんですが、実はね1週間ぐらいですかね、 1,2 週間ぐらいで売り切ってしまいまして、全て。はい、でちょうどお花見シーズンっていうのも被ったからだと思うんですけれども、かなり、人気の柄になっております。ちなみにこちらのレジャーシートの入荷スケジュールとしてはおおむね4月末ぐらいを予定しておりますので、まあ、なんとかギリギリねゴールデンウィークシーズンには間に合わせたいなという感じですね。また時期が近くなって納期が明確になってきたタイミングで予約販売とかをちょっと実施するかどうかね今ちょっと考えているところでございますので、入荷スケジュールに関しては SNS 等で追ってお伝えできればなと思います。はい、あと細かい道具もね紹介していきたいと思います。今回ねこれクーラーボックススタンドになっているのが、実はユージャクセレクションっていうねユージャクが展開しているユージャクキャンプストア&カフェモバラ店ですね、直営店第1号店になるんですが、そちらで限定販売を行っております折りたたみコンテナーですね。はい、しかもこの天板付きなので、こういうクーラーボックススタンドとして使ってもいいですし、まあ普通にねテーブルとして使うこともできるっていうね大変ね優れものでございます。でこうやって今上にクーラーボックスとかが乗っかっちゃってると中のもの取り出せないよねって思うじゃないですか。でもね横が開くんですね実は。はい、こんな感じでパカンと横が開きますので、ここからまあいろいろなものをこうね、取り出してご使用いただくことができるような設計になってます。はい、しかも横も一箇所開きますんで、はい、こういう感じで、はい、全然ね問題ないですね。小物だったら小さい扉から、大きいものだったら正面の大きい方からっていう感じで使っていただくといいと思うので、結構ねクーラーボックススタンドとかとして考えてもまあなかなか優秀なものかなっていうふうに思ってます。ちなみにこれ今黒色なんですが、実際には3色展開になってまして、サンド、オリーブ、ブラックの3色展開ですね。で価格が4600円前後ぐらいで直営店の方で限定販売を行っております。まあ、ほとんどもう在庫がない状況なんですが、こちらの商品人気だったのでユージャクセレクションブランドとして第2弾でも追加入荷ね、する予定がありますので、ぜひ千葉にお越しの際はうちのお店寄ってね、こちら購入していってみてください。ユージャクキャンプサロンメンバーさんに関しては裏 EC サイトの方からもお買い求めいただくことができます。はい、そしてあと中なんですけれども、テーブルですね、ユージャクのウッドロールテーブル120サイズ大きい方のサイズを今回はメインで使いました。で我らがおなじみユージャク何年リクライニングローチェアのブラックカラーを2脚ですね。今回メインのコンロに関しては2バーナーではなくシングルバーナーですね、岩谷産業から出ておりますハフマルジュニアを今回持ってきております。はい、で今回ストーブなんですけれども、ストーブはパセコのキャンプ 25S っていう折りたたみ式の石油ストーブをね持ってきました。今日はね日中むちゃくちゃ暖かくて、今は幕内27度、すごいな。
もう全然半袖でね入れるぐらいの陽気になってるわけなんですが、やっぱり昨日の夜は少しね冷えましたね。多分10度まではいかないと思うんですけど、12、3度って感じで、だいぶね肌寒い感じだったので、石油ストーブを入れることでかなりね暖かく過ごすことができたかなと思います。ただメーカーといたしましては、こういったねテント幕内での火器の使用というのはお勧めしておりませんので、もしテント内火器導入される場合、真似される場合はですね、全て自己責任となりますので、その点だけご了承のほどよろしくお願いいたします。はい。で、いつもねこのストーブ裸で持ち歩いてたんですが、実はねここに、はい、今ダストボックスになってるんですけれども、こちらね野外っていうキャンプブランドから実は発売されてるこのパセコ用のキャリングケースなんですね。収納ケースなんです。この野外っていうブランドに関しても、今うちのね直営店でお取り扱いを行っているブランドの一つなんですけれども、まあ、なかなかマイナーな商品なので、ちょっと面白いなって思って今回ね購入してみました。まあ、仕入れ販売をするついでにちょっとね使ってみたいなと思って購入してみたものでもございます。で、これねちょっと面白くて優秀なところでもあるんですけれども、わかりますでしょうか。はい、こんな感じでクリップがねこの内側に内蔵されているので、こうやってゴミ袋とかをですね中でマウントすることができるんですね。はい。なので行き帰りはストーブのキャリングケースとして使用して、まあ、実際ねキャンプ場に置いといてもしょうがないだろうって思うかもしれないんですが、実はこういう感じでゴミ箱になっちゃうので、これはねよく考えられた設計だなっていうふうに思いました。しかも多分ここの底面とかね全部防水仕様になってるので、まあ、濡れた芝生の上とかに置いといてね、文字通り野外で使っても使いやすい設計になっているんだと思います。パセコキャンプ25だけじゃなくて、これね伸縮式のファスナーとかがついてたりとかして、実はねここがもうちょっと伸びたりとかするんですよ。なのでもっと大型のねストーブとかを、例えばトヨトミのギアミッションとかですね、ああいうちょっと大きめのストーブとかを持っていったとしても、実は対応することができる設計になってますね。あとは衝撃防止仕様になってるので、周りにウレタンとかがねこう入ってたりとかするので、まあ、ストーブ道具もあり一式のものを入れることができるものになってます。はい。まあ、これから暖かいシーズンになってくるので、おそらくね石油ストーブ裸でこうね倉庫に保管しておいたりとかしている方もいると思うんですが、倉庫の中に入れとくと結構ねホコリかぶっちゃったりとかして、次ねこう燃焼させた時に嫌な匂いが出ちゃったりとかね、そういったことがありますので、できればシーズンオフの時にこそこういうねストーブキャリングケース兼、収納バッグに入れておくと、ストーブを長持ちさせることできると思いますので、ぜひね購入を検討されてみてください。こちらの商品に関しても弊社の直営店の方で販売を行っておりますので、私が普段動画で使っているあのねパセコキャンプ25を入れて置いておきたいと思いますので、合わせてね、見に来てみてください。カラーバリエーションは2ラインナップでの展開になっております。で、珍しく今回ですねメスティンを私使ってるんですけども、今まであんまりメスティンってね使ってこなかったんですよね。で、あとこれポケットストーブね、この間やったうちのオフ会のイベントでゲットしたビンゴの景品なんですけど、はい、こちらを使って自動炊飯ね今回は行ってみました。っていうのも、まあ、キャンプでメスティンを使ってご飯を炊いてる方って、まあ、ほとんどがそうなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、最近ねこの自動炊飯に疑念を抱くようになってきてですね、メスティンって正直そこまで使いやすいものではないと思うんですよ。ただなんかそれがスタンダードっぽい感じのイメージになってるから、皆さんなんとなくね使われてる方も多分ねたくさんいるんじゃないかなっていうふうなところなんですが、今会社の方ではこのメスティンをね改良を行って、まあ、メスティンというよりは、まあ、新しいねちょっとご飯の炊き方とか、まあ、燃料だったりだとか、まあ、ギミックだったりだとか、まあ、そういった感じでキャンプに新しい米炊き文化をねちょっと流行らせたいなと思いまして、今いろいろと水面下でプロジェクトの方を進めてます。まだ開発完成までには、時間がかかってしまうのと、あとはユージャックの方で今現在建設を行っている新工場ですね、国内に新しい工場を今作ってるんですけれども、まあ、そちらで開発を行っていく予定の商品にもなっております。まあ、長期戦になりますが、ぜひね楽しみにしておいていただきたいなと思います。はい。あと動画の方でむちゃくちゃ多分気になっている方でもいるであろうこちらのグッズでございます。これねユージャックキャンプサロンメンバー限定のプレゼントグッズなんで、まあ、無料でね差し上げているものでございます。今年のね1年限定グッズになるんですが、まあ、詳細に関してはまた別動画でご紹介していきたいと思いますので、続報をね待っていただければなというふうに思います。ちなみにこれチタン製でございまして、このチタンプレートとこのカッティングボード、竹製ですね、バンブ
カッティングボードになるんですが、これがセットで収納ケースにね入っております。今回は牛ハラミ通販木之助さんより商品提供をいただきまして、プレミアム牛ハラミっていうのをこちらのプレートを使って焼いたりとかしてみました。牛ハラミの詳細に関しては動画の概要欄の方に貼っておきたいなというふうに思いますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。ユージャックとして非常に珍しく今回で案件対応もなったわけなんですけれども、まあ、うちとあまりね関連性のない道具とかの紹介とかになっちゃったりとかすると、まあ、我々もメーカーという立場からですねあまりといったレビューを行うことはできないんですが、今回直営店が新しくできたということで、実は今まで自社商品しかあまりこうね紹介することができなかったんですけれども、例えば今奥に見えているあいたバッグ、あのストーブのキャリングバッグのようにですね、まあ、弊社の道具とうまく調和する道具、そういったものに関しては今後も広く取り上げていくことが可能になりましたので、まあ、販売とですね、同時進行で進めていくことができると。あとは今回の牛ハラミのように、まあ、食に関わる部分、こちらも弊社としてカフェを運営していたり、まあ、飲食業を実際に行っているというところで全くね関連性がないわけではありませんので、そういった点でいろいろとねコラボを今後行っていくことができるかなというふうに考えております。はい、続けてあとこちらのランタン、これね実はねサンプルですね。今ちょっと中国の工場の方から提案をされた商品の一つなんですけれども、まあ LED ランタンですね、おしゃれ系、まあコールマンさんでいうところのルミエール系のランタンっぽいやつっていう感じで、まあ、これねスピーカーもこう入ってたりとかして結構品質は高めかなっていうふうには思ってます。まあちょっと痒いところに手が届いてない、これ完全 OEM ベースの商品なので、まあ、このまま製品化して果たしていかがなものかというところではあるんですが、まあいろいろとね、考えを巡らせているところでございます。まあ実際ちょっとね実地使用してみて使い勝手とかねその辺がどうなのかっていうのを今ね、考えているところですね。このホヤとかもちゃんとガラス製で見立ての品質はねそんなに悪くはないですね。ただなんか妙なモードがついてたりとかして、これ、ね、いるのかこのモードっていうものもついてたりとかして、ちょっとねいささか微妙なところも正直あります。はい、で天井部分にはデイジーチェーンを吊っておりまして、はい、こちらはですね、ファン、はい、いつもあのファン式のこうくるくる回ってるやつをくっつけてるんですが、これもね実はさっき紹介した LED ランタンと同じ工場からサンプルで購入したものなんですが、こちらはファンガードがついてるので、まあ、危なくないんですよね。今までここで直接ねファンがぐる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 回ってたんで、正直目線の高さにファンがあったものですから結構ね時々危ない思いをしてました。特に酔っ払った時とか急にね立ち上がったりとかすると普通に頭とか目の付近をねこうかすってったりとかすることがあったので、今回こちらのガード付きになったことで安全性がね格段に上がったかなっていうふうに思います。わかりますかね、このライトモードとかもなんかね黄色とかがついてたりとかして気持ち悪いんですよね。とにかく、こういうちょっと微妙なディテールの悪さがあって、あの製品化このままするわけにもいかないと。はい、で製品化しようと思ってもミニマムロットがですね、まあ数千個、確か5000個とかそのぐらいの単位になってくるので、いやーさすがに売りさばくことできるのかどうかっていうちょっと一末の不安が拭いされないので、まあどうしようかなっていう風にこちらも実際に使用しながらね今考えているところでございますね。はい、はい、あとはユージャックの LED ランタン、今回の新作のバージョン2ですね、リモコン付き LED ランタンの方を3連灯使いと、旧バージョンのランタン3連灯使いということで合計6灯使いで今日はランタンをね持ってきております。はい、珍しくインナーの中も今回はご紹介していきたいと思います。こちらオプションのグランドシートにオプションのインナーマットの上に、コットですね、ワイドコットとスタンダードコットをそれぞれ持ってまいりました。私はこちらのワイドコットの方で寝たわけなんですけれども、はい、こちら前回の紹介動画ですね、はい、枕、普段私が家で使っている枕をね実は今日持ってきております。付属の収納ケースに入れるとむちゃくちゃ小さく持ち運びを行うことができるので、普段家で使っている枕をそのままキャンプに持ち出すことができるんですね。これはね使ってみないと正直良さがわからないと思います。まあ、ぜひ気になる方はね Amazon レビューね、はい、この辺ちょっと上げておきたいなというふうに思うんですけれども、ぜひこちら一回ね目通していただきたいなっていうふうに思います。今までエアピローとかそういったものを使ってキャンプでの寝心地、まあ、我慢してきた方はたくさんいると思います。今回ユージャックは新しいコンセプトでこちらのウレタンワイドピローっていうね商品をリリース行っております。これによってキャンプの眠りが格段にね良くなることをお約束できますので、まあ、気になる方は同じく直営店の方に設置しておりますので試しにね使ってみてください。で価格的には4880円になるんですけれども、普段家でも使うことができる枕っていう風に考えればむしろかなりお買い得感すらありますので、まあ、ぜひね一度使ってみてください。こちらキャンプ枕ならではのギミックなんですけれども、こういう感じでねポットにマウン
当することができますので、まあ、ずり落ちの防止とかですね、特にインフレーターマットとかを敷いたりとかしてるとよりねこう滑りやすくもなってきたりしますので、そういった時にねこちら進化を発揮していきます。でこちら弊社のダウンシュラフなんですが、実はね今これフードをね外しちゃってるんですよ。はい、ここファスナーついててフードをね外すことできるんですね。で今回こういう枕を使用する場合はそのねフードを外すことによって煩わしさをね、低減させることができます。こちらもまあ弊社の商品ならではのギミックの一つになってくると思うんですけれども、まあ、余分なものはね取り外しができるという感じでございます。まあ、先日ワイドシュラフっていうねより大きめのシュラフの方のリリースも行っておりますので、そちらとこのワイドコット、あと枕っていう感じで3点セットをご購入いただくとマジでキャンプの眠りが超快適になります。あとコットの上には、マルチカバーかな、リバーシブルタイプのマルチカバーを敷いております。まあ、ベローズテントはそもそも2人で使う代物のテントではないんですけれども、まあ、2人で使うとですねかなり余裕のあるサイズ感になってくるので、まあ、2人以上6人未満ぐらいで、使用をね検討されてみてください。はい、そのわけでだいぶ説明が長くなってしまったわけなんですけれども、そろそろチェックアウトの時間が迫ってまいりました。これからね大至急ちょっと片付けを行って帰路につきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が参考になったという方ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後ある通知設定もオンにしておいてください。あとはすましてこちらですね、ほい、 Twitter、Instagram、ニュージャパン公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。絶好の花火日和のキャンプでございました。ぜひ本編動画の方もね、見ていってください。動画の概要欄の方に貼っておきたいと思います。